て皆さん、今菅原さんが立ってますけど、その隣に、はい、登場しました、はい、一日県知事を務めたこの方ご存知でしょうか、韓国の俳優大スターです、イ・ソジンさんなんですね、はい、お結構菅原さんと同じくらいの身長に見えますけど、大きいですしかっこいいですねやっぱりね。そうですね、はい、李氏朝鮮時代を舞台にしたチェオクの剣や 40% 近い視聴率を記録した宮廷ドラマイ・サンで主役を務めた韓流スターなんですね、はい、そのこちらのイ・ソジンさんが知事として県産品の愛用を呼びかけたんです。イ・ソジンさんは日韓交流を進め、青森県の情報発信のため来県し、県庁で大勢のファンの出迎えを受けました。続いて三村知事から一日県知事の委嘱状を受け取った後、リンゴ、ホタテといった県産品やねぶたなど郷土芸能について説明を受けました。春はこうして弘前というところで大変に綺麗な桜が咲きます。青森県のトップセールスマンとしての仕事もしていただくことになっています。よろしくお願いします。この後、県産品の売り込みを担当している総合販売戦略課を訪ね、職員を激励しました。あ、来た来た。もう誰が入ってんの。青森県産品の販売、ファイティン、ファイティン、ファイティン。주말에계속青森있으면서青森저번에는처음에왔을때는青森를충분히즐기지못한것같아서이번주말에있으면서계속青森를충분히즐기고그런소감들을한국에가서많은사람들에게널리알리고이소진さんはアスパムのイベントにも参加し、県産リンゴをプレゼントするなどして県内外のファンに県産品の愛用を呼びかけました。はい、そしてこのフィーバーぶりなんですが、日本でも人気がある韓流スターが訪れた県庁やアスパムは大勢のファンが殺到する熱狂ぶりでした。県庁の正面玄関を埋め尽くしたファンはおよそ200人。イ・ソジンさんの写真や歓迎のプラカードで出迎えです。すごく素敵でした。イさんなんか見れるからね、すごく素敵だなと、肩だなと、こちらアスパムは700人が集まり、会場に入りきれなかったファンが1階のフロアまで溢れていました。中には関東や関西から駆けつけた熱狂的なファンもいます。知性と教養とそのかっこよさとで、今ボランティアとかも始めたので応援したいと思っています。初めてですけど、はい、よかったです。母が不安で突き止めてきました。綺麗な方でした。イ・ソジンさんの人気を強く印象づける一日となりました。すごいですね、やっぱりさすが韓流スター、そうですね、大スターに皆さんね、県内すごい遠いところからもね、そうですね、しててファンにとってはたまらないでしょうね、気さくにね、ああやって握手してくださるっていうところもまた魅力ですよね、そうですね、はい。